どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。今私はクアラルンプール国際空港に来ております。先ほどね、成田から、クアラルンプール行きのエコノミークラスへ搭乗して、到着したわけなんですけども、今回ですね、ヒルトンダイヤモンド市をね、最後ね、このクアラルンプールでね、最後迎えたいということで、まあ、久しぶりにねクアラルンプールに来たいがために来たっていった形になります。ということで早速ねホテル行きたいなと思います。先ほど着いて今ね、今12時ぐらいかな、12時半ぐらいかもしれないですね。ちょっとあの両替とかね、 SIM カードの設定とかねやっておりましたんで結構かかりました。ということで今からねグラブで、タクシー呼んでホテルの方ね向かいたいなと思います。ということで行きましょう。ということで今ねグラブであの配送をお願いしました。支払いがですね、なんとペイパルでできるんですね。ちょっと見えてるかわかんないですけど、ペイパルっていう項目がありましたんで、今ねペイパルで決済していただいてます。これはめちゃめちゃいいですね、はい。ということで、まあ、全然あの支払い完了が終わらないんですけども、このねレベル4っていうところであの呼びましたんで、ひとまず行きたいなと思います。大丈夫かな。お、来ました。大丈夫そうです。ということで、おー、すごい、ちゃんとあの出るんですね、はい。同意して続行、あ、これでいいんですね、はい。ということで今は多分あれだったんですね、あの登録だったんですね。では呼びましょう。あ、来てくれてるそうなんで行きましょう。 E3430 6分で来てくれるみたいですね。じゃあ行きましょう。多分30分以上かかると思うんですけど、タクシー代2000円だったんで、でなんかね、あの前回の動画で話した通りね、あの3年前に隣だった人とまた同席になりまして、いろいろねあの話聞かせていただいたんですけど、どうやらこの時間帯ね電車等々閉まってるみたいですね、はい。電車も走ってないしみたいなね、そんな話でした、はい。ですんでね、はい、このグラブが安いからいいよということで教えていただきましたんで、これでいきたいと思います。ひとまず待ちましょう。では到着しました。Thank you. Thank you. ということでグラブ乗り込みました。まあもう12時過ぎてますんでね、辺りも真っ暗です、はい。やはりタクシー移動で正解だったんじゃないでしょうか。まあなんかね、コロナ前まではね全然電車出てたみたいですけども、あ、今はあれみたいですね、やってないみたいですね。ちょっとねだいぶ暗いんで画像は荒れてると思いますけど、お許しください。ということで2、30分ぐらいかかると思うんですけど、やられたいと思います。Thank you. Thank you.チェックインしていただいてます。ということで無事チェックインさせていただきました。今回1604ということで行っていただきたいと思います。よいしょ、カードサスケ。今回ねまだホテル名をお伝えしてないですけども、そちらちょっと後でねお話ししましょう。いや、いいですね、結構広い、しかも最上階の客室にしていただきました。ベッドもこんな感じです。ではこれから見ていきましょうか。お水、あとコーヒーで、あと下に冷蔵庫がありますね、よいしょ。でこちら側にテレビと、であとこちらにコンセントがあります。コンセントは2つですね。でこちらが結構高層階ですごいですね、はい。ちょっとあんまり映ってないですけども、まあまあ綺麗ですね。でこちら側です。ベッドの横には、USB Type A、 ちょっと壊れてそうですけどもあります。使えるのかなこれで、目覚まし時計とライトですね。でベッドです。結構でかいですね、はい。結構大きいベッドがあります。でこちら側、こちらに AC と、また電話、あ、いいのか、こっちに電話ですね、
はい、で、こちらがクローゼットになっております。はい、こちらがクローゼット。ハンガーとアイロンとアイロン台があります。あ、ちゃんとスリッパも置いてありますね。映ってるかな。はい、これにあります。では、バスルーム見てみましょう。はい、バスルームはこんな感じです。シャワーだけかな。はい、シャワーだけのバスルームになって、電気がない。電気、あ、これか。はい、はい、中入ってまいりました。おお、思った以上に綺麗ですね。こんな感じになっております。で、アメニティもちゃんとしっかりありますね。はい、シャンプー、リンス、あと石鹸ですかね。あとシェービングキットありがたい。ひげがもう伸びっぱなしであれだったんでありがたいですね。で、あとこちらは何これ、デンタルキット、これは歯ブラシですね。はい、で、下にバスタオルとお手洗いが一緒になっている感じです。で、こちら側にバスタオルと、で、こちらがシャワーという感じです。はい、こんな感じですね。よいしょ。ということで、こちらのホテルですね。今回泊まってるのは、ヒルトンガーデンインっていう、クアラルンプールね。こちらはノースっていうホテルですね。ちょっとね、中心地からちょっと距離があるね、ホテルで、結局ね、空港から1時間ちょっとぐらいね、かかりました。でね、このホテルね、今回ちょっと泊まってみたくて来たんですけども、まあ、なぜね、泊まってみたかったかというと、このホテルね、8000ポイントから1万ポイントで宿泊できるんですよ。ヒルトンホテルポイント。すごくないですか？はい。8000から1万です。で、この客室。普通じゃないですか。うん。かなり普通ですよね。那覇にあるね、ダブルツリーバイヒルトンよりね、広いですよね。まあちょっと、広い客室になったらまたあれかもしれないですけど、はい。めちゃくちゃ広くないですか？はい。いいですよね。これで8000から1万ポイントなんですよ。で、このクアラルンプールっていうのは、ホテル代自体がね、非常に安いホテルなんですよね。まあ、ここ現金で取っても30とかなんで、多分4000とか5000ぐらいだと思うんですけれども、まあ、それにしてもね、ポイントにすると本当に安いんですよね。まあ、これはね、ヒルトンに限らず、マリオットもそうなんですけども、いや、いいですよね。1万ポイントにこの客室。まあ、多分ね、現金換算にすると多分0.5円とか4円とかにはなってしまうと思うんですけども、ヒルトンホテル8000ポイントから1万ポイントとかで、まあ、日本でね、宿泊できるホテルありませんので、これはめちゃくちゃいいですね。はい、で、今回ね、ちょっとどんなホテルなんだろうなと思って、ちょっとサービスがちょっと悪いっていうか、まあ、なんかすごい、なんかあんのかなと思ってたんですけども、特に何にもなくね、店員さんもめちゃめちゃ親切で、今ね、入った瞬間めちゃくちゃこの客室暑くて クーラー入ってなかったんですよね。そしたらね、暖房になってたみたいですね。はい、そんなことあるんだと思って、今ね、聞いたら、これ暖房になってたわみたいな感じで、店員さんに言われましたんで、はい、今ね、非常に涼しい風がね、出ております。はい、ということで、こちらにね、一泊お世話になります。ちょっとね、朝食とか聞きそびれちゃったんですけど、多分朝食もサービスあるんじゃないかなと思います。はい、そんな感じですかね。ひとまずね、もう夜中の2時21分ということで、はい、寝ましょう。ということで、今日のところはお風呂入ってね、休みたいなと思います。ということで、おやすみなさい。おはようございます。こちら、クアラルンプールのヒルトンガーデンインからの朝です。はい、こんな感じになってるんですね。このホテルはね、結構ホテ、あの中心地からちょっと外れてるようなね、まあ、位置にいるんですけども、非常に栄えてる場所なんですね。で、下の方にはね、こんな感じで、はい、ちょっとここがどんな感じでどんな治安なのかっていうのは私は知りません。はい、こんな感じになっております。ということでね、時刻は今朝の9時、8時57分ですね。なりました。今日はね、8時前ぐらいに起きまして、まあ、ちょっとね、しばらく家族と連絡も取れてなかったので、家族と連絡を取ったりして過ごしておりました。でね、このホテルでね、やはり朝食サービスがね、無料でついているそうなので、まあ、そちらね、いただきに行きたいなと思います。今ね、ちょっとフロントデスクの方に聞きに行ったら、まあ OK みたいな感じだったんで、多分無料なんだと思うんですけども、まあ大丈夫でしょう。一応有料かどうかね、チェックしておきたいなと思います。ということで、行きましょう。
ということで、ここはねヒルトンガーディンホテルの、廊下なんですけども、いや至って普通ですね。むしろ結構綺麗ですね。はい、クアラルンプールのホテルはなんでこんなにお値段が安いんですかね。まあ、ちょっとねエレベーターの動きが遅いくらいで、特にねここがひどいみたいなのは全然見当たらないんですけども、すごいですよね。はい、ここ8000から1万ポイントで一泊行けます。いや、ここはねヒルトンダイヤモンド修行の聖地といってもあれですね。はい、10連泊しても10万ポイントすごいな。しかも5泊で1泊無料になりますんで、多分8万とかで行けんじゃないですか。はい、やばいですね。まあ、ちょっとラウンジとことはねないですけども、今日ねまたホテル移動しますんで、そこには確かあるかもしれないんでね、はい、そちらも楽しみにしておいてください。1万ポイントでこんなにいいのか、結構普通にいいですね。はい、ということでロビー到着しました。こっちかな。で、ここはねフロントのデスクの前にジムがあります。あそこは多分カードかざしてね利用できるみたいな。で、こちらフロントデスクと入り口という感じです。ハロー1604、今ちょっと無料かね確認してもらってます。まあさすがにダイヤモンド持ってるんでね、有料等は多分ないと思うんですけど、朝食会場はこちらの後ろです。結構広いですね。うん、Thank you。 それでは中に入ってまいりました。これが多分お水かな。うん、多分お水ですね。へえ、すごいですね。クロワッサンのチョコがけですかね。あとクッキー、すごいクロワッサン。いや、普通の朝食ですね。で、こちら側にフレッシュジュース、あとこれは何だ。あ、これはミルクですね。はい、ミルクもあります。で、これはメイプル、あ、これはソース類ですね。ジャムとか。はい、で、ここに通すこの機械があります。で、こちらは、お、野菜もあるんだ。いいですね。で、これ何かわかんない。あ、これお米かな。あ、そうですね。はい。ちょっと何かわかんないんですけども。お米です。はい、こちらお料理です。美味しそうですね。あ、これもお米なんだ。これは焼きそばみたいな感じですかね。あ、これがソーセージ。あ、ここもお料理でしたね。はい、これは焼いた米、スクランブルエッグもあると。はい、で、ゆで卵、あとエッグステーションがあるんです。すごいですね。はい、で、こっちにカットしたゆで卵もあります。あとチキンとか、生野菜もありますね。ヌードル。ヌードルもあります。で、ヌードルスープ。いや、めちゃくちゃ美味しそうですね。はい、これはヌードルスープだと思います。で、これがプリで、こちらはヨーグルトとチーズとか入ってます。いや、普通にいいですね。うん、ということでいただきました。これね、ダイヤモンドメンバーの札は、はい置かれるんですね。これはちょっと何なのか分かんないですけども、一応ブッフェになってるんですけど、店員さんはね適当に持ってきてくれるっていうね。これちょっと何かわからない。エビが入ってなければいいんですけど。で、私が取ったのはオレンジジュースとサラダとオムレツという感じです。ではいただきましょう。コーヒーもね店員さんが聞いて持ってきてくれるっていうね、ありがたいサービスです。朝食会場もまあまあ広めなんじゃないですかね。うん、この規模のホテルにしては全然いいんじゃないでしょうか。でも綺麗ですね。うん、めちゃくちゃ綺麗。虫がたかってるとかそういうことも一切ないですね。はい、ということでオレンジジュースいただきます。
ただきます。うん、美味しい。でもなんかオレンジだ以外にもなんか入ってそうな味がしますね。うん、ということでこの店員さんが取ってきてくれた、これなんかあれなのかな、ダイヤモンドメンバー限定メニューとかそういうのかな、ちょっとわかんない、はい、なんかシューマイみたいな、これあんまんですね、あんまん。うん、おいしい。さすがにこれはあんまんですね肉まんかと思ったらこれも甘いやつかな、なんか食べてみます。これ栗かな、うん、ちょっとわかんないですけど甘いですこれはダイヤモンドメンバー専用のメニューかな、うん、特にね置いてなかったと思うんですよね。では大量の生野菜が食べれて非常に大満足。野菜美味しいですね、うん、めちゃくちゃ美味しい。なんか焼いたコーンみたいなのがあってめちゃくちゃうまい、うん、ではオムレツいただきましょう。これはエッグステーションでね注文して作りました。でも特になんか番号札とかを渡されないんでね。あ、美味しい、うん、入ってるのはマッシュルームと玉ねぎ、チーズっていう、チーズ、うん、そうですね、はい、美味しい。特になんかトッピングとかそういうのは聞かれないですね、うん、でも中トロトロでめちゃくちゃ美味しいですね。であとヨーグルト、うん、あ、ヨーグルトですね。あ、結構チーズ感が強い。こんなところでしょうか、はい、いやホテル思った以上にいいですね、うん、もうちょっとなんか落ち度があるのかと思ってましたけど全然そんなこともなく、はい、かなりいいですね。ということで今ね朝食を終えてあのコーヒー飲んでね客室帰ろうかなっていうところだったんですけど、まあ、店員さんはね各テーブル回っておりまして、ちょっと私ね英語はそんなに堪能じゃないんでずっとね何かするからみたいなことずっとベロ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 って言われてて何のこと言ってんだろうなと思ってもう分かんなかった。最終的に、ね、あの翻訳アプリで翻訳したんですけども、私から調査を送るから回答してほしいみたいな、まあ、そんな感じで何だろうと思ったらレビューだったんですね、はい、そういうことです。ですんであのモルジブのヒルトンとかでもね結構言われたんですけども、あのいい点つけてくださいっていう感じでねあの言われるんですよ。すごいね重要みたいで、あのヒルトンから泊まった後にねアンケートのメールが来たりするじゃないですか、まあ、そういうもんだと思うんですけど、できればもしよかったらあの一番いい点つけてくださいみたいな感じのことをずっと言ってまして、あ、それですごいすごい結構必死になってたんでそういうことかと思って、はい、あのホテル側のスタッフの方はかなり重要みたいですね、はい、すごい必死ね、あの僕は分かんないようなソビルをしてたらあの翻訳までね使って、はい、お互い翻訳アプリでやるっていうね結構無益な時間を過ごしましたけども、はい、そんなに大事なんですね。いやびっくりしました。いやねここのホテルのサービスね本当に1万ポイントとは思えないぐらいねめちゃくちゃいいと思いますんで、まあ、ちょっとラウンジ等々はねないですけども1万ポイントでラウンジとかね求める人いないと思うんでね、はい、いやめちゃくちゃいいですね、はい、めちゃくちゃいいと思いますんでね、はい、レビューはね高評価つけたいと思います。今のところねここがみたいなのもねないですね、はい、入った時に冷房じゃなくて暖房がついたぐらいで、まあ、特に問題もなかったですしね、という感じでちょっとね周りの人もですね私たちのあのキャッチボールのできてなさにね笑うっていうねいやちょっとね一気にバババって言われるとねちょっと私もね分かんないんでねはい、そんなことがありました。ということでコーヒーいただいたらですねちょっと今日、レイトチェックアウトはねなんと2時までね利用できるということで、はい、しばらくねホテルこもって編集作業で、ね、頑張りたいと思います。それはねここレストラン会場の目の前なんですけども売店になってるんですね、ここが。タイガービールが
13.78 リンギット、ハイネケンは26みたいな感じで、はい、いろいろ置いてあります。でこちらにコーヒーマシンとかもあったりして、チップチャップスとかカップラーメンとかも売ってますね。あとアイスでプリングルス 8.48 リンギット、ちょっと値段はね私分かんないんで字幕出しておきます。あとこちらにソーダとかね、コーラとかそういったものも置いてありますね。あとヒゲ剃りとかちゃんと客室にありましたけど、このちゃんとしたやつもね売っていると。あと歯ブラシもね売ってますっていう感じです。ではここねホテルの入り口になっておりまして、これがホテルの前です。で今回泊まってるホテルはこちらですね、ヒルトンガーデンインノースということで、いやー結構普通にめちゃめちゃ佇まいはねおしゃれで綺麗でめちゃくちゃいいんじゃないでしょうか。で反対側にはね鉄道が走っておりまして、すごいですね。こんな感じになっております。いやなんか本当に全然落ち度はありませんけども、すごいですね。なんでこんな安いんだろう。ということで時刻はね12時56分になりましたので、そろそろねチェックアウトして、あパッキングしてねチェックアウトしていきたいなと思います。今回ねこのヒルトンガーデインホテルですね、クアラルンプール、こちらはノースだったかな、はい。まあ、このホテルね今回私は1万ポイントでね宿泊させていただきました。でこの客室でこの設備でまたね朝食もダイヤモンドセーダスで無料で利用できるということで、いやいいですね、うん、いいすごくないですか。はい、1万ポイントだったらいいですよね。本当にヒルトンホテルの、はい、修行の聖地になるんじゃないかなって思うぐらいですね。でまたですねこちらの動画でね解説させていただいた通り、今ねヒルトンホテルは9月の6日だったと思うんですけども、キャンペーンが今切り替わっておりまして、あの1滞在に対してですね平日にチェックアウトすると2000ポイントもらえますよね。はい、それもですねこのホテルもちろん対象っていう風になりますんで、まあ、今回ね今日9月の16日で今日マレーシアね祝日なんですよ。ですんで多分ねもら私の滞在はもらえないと思うんですけども、まあ、普段であればですね8000とか1万ポイントで宿泊したとしても、このキャンペーン中12月ぐらいまでだったと思うんですけども、その間であればですね2000ポイント返ってくるっていう風になりますんで、だから8000ポイントとかで宿泊した人は6000ポイントとかやばいですよね。だから私の場合は多分マイウェイボーナスがもしもらえれば1000ポイント返ってくるかなと思うんですけども、まあ、もしもらえなかったらね、まあ、1万ポイントのまんまっていう感じで、まあ、キャンペーンは多分ね今日マレーシア祝日なんで多分もらえないと思うんですけども、まあ、こういった感じでですねこのキャンペーンともね併用すればさらにお得っていう風になりますんでね、いやーちょっとねポイント数がかなり少なかったので、まあどんな感じなんだろうなと思ってたんですけども、いや全然いいんじゃないですかね、うん、特にねあの不自由っていうのは全然感じないですね。まあ、もちろんラウンジはねあのありませんけども、まあ、スリッパ等々もねアメニティもしっかりして、歯ブラシ、ヒゲ剃りとかねスリッパ、まあ、バスローブは確かにないですけどもそんなもんですかね、はい、冷蔵庫もついてますし、特にねなんかこう不便だなみたいなところもね全然なく利用することができましたので、クアラルンプール来る機会がある方はですねちょっと修行がてらにね一泊していただくのもねいいんじゃないかなと思います。もちろんねクアラルンプール他にもねヒルトンホテル数軒ありますので、まあ、ここでねぐるぐる回って滞在数を稼ぐみたいなね、まあ、そんな感じでもいいんじゃないかなと思いました。ということで動画ねここで一旦区切りましょうかね、はい、ちょっとねあのどんな感じで動画を作ろうかね全然考えてないんで、もしかしたらねあのホテル全体でヒルトンダイヤモンド修行でバンって全部のホテル一緒にするか、まああの個々にね分けていくかちょっと今考え中なんですけども、まあひとまずね今回の動画はこんな感じでね一応区切り入れておきたいと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。